ナザーエデン、時空を超える猫。はい、どうも、サオでございます。パート3ですね。今回は、ラトル、まあ、火山のところですね。で、サラマンダーの目の前に来ております。で、サブクエストは全部回収しました。で、まあ、武器は今一番ここで強いもので、なんか変な剣を拾ったんで、宝箱からそれ装備してます。まあ、あとは、まあ、レベルが16になったぐらい。で、この3、4人目の子は、星3なので編成できません。ルール上。ただこれ、やばいっすよね。サラマンダ。大丈夫かな？大丈夫じゃないんだよ。絶対大丈夫じゃなくて、まあ、一回戦いますか。なんかこれ、攻撃をしてダウンさせてみたいなやつがあったと思うんだけど、一人もこれ、回復じゃねえや。弱点つけないし、回復一体だし。やばいよー。というわけで、行きましょう。初見クリアを目指しましょう。前回もね、負けてるんでね。ガリアードさんに。ガオー。ガリアードさん。目標頭部の暗黒物質ね。ほいほいほい。そうだ。弱らせて。いやー、やばそう。痛い。あ、でも意外と削れてない ?3 体でも。あ、やば。大丈夫かこれ。シール。下げよ。あの攻撃のフェーズには。リーカは。攻撃フェーズになったから、リーカを下げる。ここで下げる。がいいんじゃね？で、ここでリーカを下げて、MP を回復し、二人で攻撃する。いや、いけそうっちゃいけそうか。いけないことはないよ、これ。ツインショット。あ、まだじゃん。どっちで使えばいいのかな、スキル。こっちは危険じゃないから。気使うよ、やめよう。今噛んだよね俺。まあいいや。で、戻します。よし、怖え。あ、破れんちゃんと。まあこういう風にやっていくしかないっすよね。一応まだ大丈夫かな。痛い。まだ大丈夫だね。いや、なんでめっちゃさ、パメラだっけ、ポムラだっけに攻撃してくるんだけど。ヒールして、戻すのは次。あ、いけるぞこれ。この戦法ならいけるだろう。チェンジで、二人で攻撃と。いや、自利品ですな、これ。まあまあまあ、このサラマンダーもね、まあ、弱点つけないとは言いつつも、まだね、火属性なんで、こっちが。水属性の敵がいたら、一気に積むんですけど、やばーし。よし、上がってもらって、ツインショットで削る。ちょっとやばそうなんでね。で、ヒール、君たちはスキル。オッケーオッケー。ヒー、あ、じゃあマインドサーブじゃない、ヒール連発。あー、やばい、間違った。あ、オッケーオッケー。下がってもらって2人で攻撃。これで MP 尽きることはない。よしよしよし。いや、ただ後半から攻撃パターンが変わった時が怖いぞ、これ。よしよしよ。いいクリティカル。あ、痛い、それ。あ、でも結構削ってるでしょ。スインショット使っとこう。おー、怖い。何ターンか、ちょっと見といた方が良かったな。
2か上がってこい。スインショット。エンチャント痛い。 MP なくなったね。パメラの、パメラだっけ、使ってるキャラの名前わかんねえっていう事故だよな。やばいぞ。次を下ろすのはこいつにしよう。主人公ちょっと回復したいぞ。どうした、止まってたな今。とりあえずヒールして、一人で戦うか。ここ無理か。ヒール、ヒール、一応上がってきてもらって、いいぞ、腕力バフが入る。で下がって、あー、いや下がる必要ないわ。普通に攻撃かな。いや回復だな。いけるぞマジで、ここ乗り切れば。んー、パターン変わりそうだけど、ちょうど溜まったし畳みかけましょうか。よっそいっそい。怖い、全体攻撃がね怖いっすね。ヒールを連発。いやー痛いなそれ。いや、いける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 。で次戻すじゃん。戻す戻す戻す。で2人で攻撃してもらって、ここで戻って MP が回復することによって、一応戻って OKOK。 あの風の攻撃さえ乗り切れば大丈夫。1ターン目2ターン目で、ここで戻す。でコンバットモード痛い。ただここヒールしていける。次だ、次でとどめさそう。はやぶさ切り、いいっすねこの弓の子が。結構攻撃力高いからゴリゴリ削って。痛い、くれる。ヒール、いやこれでゴリ寄せるでしょ。もう勝ったべ。いやリーカーやっぱいないと本当にやばかったなこの縛り。倒せ倒せ、いけるぞ。いけたいけたいけた、とどめ。オッケー。はあ、サラマンダー行きましたね。よかったよかった。あんまレベルも上げてなかったけど、まあ、装備ガチガチにしたもんな。いやー一番怖かったサラマンダー超えられましたね。でサラマンダーはなんか取り憑かれてたと。めっちゃ全然違う人になるからなこれ。ネオイヨー人間よ。はーい、まあ、なんかやばいぞっつってんだよな。サラマンダー仲間にならん。ちょっとガチャ引けないからさ、まあ、次引けるんだけど、これ終わったらあのガチャチャンスがあるんですけど、ショークリアのこの謎をズームアウトも俺よくわかんなかったの最初見た時。というわけでこのショーがね、あまだ、あ応援させていただいてるけど、ちょっと今動画中なんで、あこのショー終わんなかった。ショー終わったよね、あれでわかる、あれで記録でわかる。シナリオまだ5章。あこれ終わってんじゃん5章。あ、待って、5章ガチャ分引いてないじゃん、俺。やってんな。よくわかんなくなっちゃうから。ごめんなさい、ボス撃破ごとにガチャにします。あの、シナリオにつき1回までで、ボスが何匹もいる場合はその中の大ボスって感じにしましょう。めっちゃ逃がしてくれないやん。っていう感じです。もう2回もルール変更しましたけど、申し訳ないです。よくわかんなくなっちゃうんで。ボスクリアで
はい。サラマンダーがやばかったよ、つって。そう、パシフェル宮殿ってとこに行かないといけないんだよね。これから僕は初見になりますね。アクトゥールってとこに行きます。はい、6章クリアです。というわけで、ガチャ引きましょう。さあ、クリアガチャ行きます。まあ、これでね、星音が出ればなんですけど、まあ、星5になるキャラダメですよ。火属性ばっかなんで、水が欲しい。来い。ドーン。このシリーズですね。仮面シリーズですね。これはもう編成できませんと。まあ。まあなんか3体でもいけそうな雰囲気あるんで、また、やっていきましょう。じゃあ次はね、パート4になります。それではご視聴ありがとうございました。